えー、改めまして皆さん、こんにちは。えー、2020年2月の19日、えー、15時4分ということで、えー <laughs> とえー、大変な事態になったということで、改めまして皆さん、えー、コロナウイルスの、まあ、コロナウイルス自体の武漢,は武漢の方の中国の方はどうやら抑え込めそうな様相だったのにもかかわらず、 えー、日本のね、第二感染源とも化してるですね、えー、プリンセスなんとか号のあのカジノ,カジノ号ね。まあ、あのカジノ自体がさ、カジノ、カジノ船あれ、彼の、あの、あのそこのプリンセス、プリンセスカジノ、カジノ船自体が怪しい。ね、イギリス船籍でさ、アメリカの会社がさ、やってて社長は出てこないわ。ね。まあ、こう、ちょっと怪しい船なんだけど、 ね、それはまた今後、えー、それは後で、えー、配信するとして、今日は、岩田健太郎医師、えー、彼が、えー、告発ですね、まさに。世界に告発した、えー、YouTube が激震ですね。激震が走ってると。今、永田町も、えー、そして世界も激震が走ってる状態だと思います。えー、どういうことを言ってるかっていうと、もうとんでもない、えーえー、事態でですね、 えー、もう中は無法状態だと、もう本当に専門家から見たら、もう信じられない状態だと、こんなので、えー、広がらないなんてありえないと、まあいうような、もう、ことを、まあ YouTube で言ってるわけです。皆さん、まあ、えあ、ー、とでこの放送の後にですね、えー、下に貼り付けときますので、えー、ぜひ見てください。えー それをもうすでにフィナンシャル・タイムズがえこれをこの,このもうあの岩田さんのね、YouTube を取り上げて CDC ですね、アメリカの疫学予防センターですか CDC がもうこの500人ね、これから今降りてるんですけどもうこれも信用できないともう一回検疫しないといけんともう一回検査しないといけんぐらいでねまあアメリカ人はもう一回アメリカに帰ってまた2週間隔離するとえ香港の人もそうだと。 日本の国益というかですね、えー、この結果、えー、何が起きているかというと、日本の、えー、日本は危ない、日本の政府は信用ならんという,しんいうメッセージを世界に発信しちゃったと、できちゃったと、まあ、そういうことです。まあ、岩田さんが間違ってたのか厚生労働省が間違ってるのか、これはまだ分かりませんが、まあ、いずれにしても、えーまあ、岩田さんがね、 あのー、意思生命というか、ですねそのこれがもし虚偽であれば、えー、彼の経歴全てですべ、ね、て、えー、真っ黒系になっちゃうわけで、そんな危険を冒してまでやるわけないと、まあ、私は思うんですけど、えー、まあ、枝野ですね、枝野みたいに直ちに影響はありませんって言っててね、もう本当にね、えー、影響あったと。 でこれをですね、また、橋本岳というね、えー、厚生労働省の事務次、えー、副大臣がですね、ツイッター上で、えーまあ、勝手なこと言いよってと、この野郎と、ね、勝手なこと言うなとあのそんなようなことをね、また言ってるんですよ、これ、うんまああのー、彼は岡山四区の自民党、ね、あの橋本といえば橋本龍太郎、ね、橋本龍太郎の次男ですわ。 1974年2月の5日生まれだから俺より1個上、ね、慶応大学メディア研究所卒、えー、大学院ね、はい、大学院の博士ですわ大学院博士その後、えー、三菱総合研究所に行って、ねえー、静岡大学客員教授を経てそしてえーねえー 自民党の先生になっていくとただね、1998年に、えー、岡山4区で出て、えぇ、ー、あ、2005年に岡山選挙区に出て、えー、それで落選で比例復活。2009年にもまた出て、落選、また比例復活。そして19、19、えー、2012年に初めて小選挙区で勝って、2012年、2014年、2017年、えー、ということで、 えー、ま通、あ、算5期、えー、ということのエリートでございます、えー、竹下派で、えー、なぜ彼がね、えー、この経歴から言って、なんで彼が厚生労働省の副大臣なのか、もう全然分かりませんが、まあ、少なくとも岩田さんよりは全く、ね、免疫学なんか知らないと思いますがね、えー、知らないと思うけど、まあその、勝手に入り寄ってと。 いうことで、えー、お怒りのツイートをして、そのツイートがまた拡散され、えー、逆に国民の怒りを買っていると。まあ、そんな感じの現状です。えー、もうとんでもないね、これ。えもうとんでもないよ、これ、みんな。ねえ、えー、まあ、あのー、ただね、えー、昨日の安富さんのツイートね、ツイートとか YouTube、私見させていただいたんですが、ね、 今回のコロナウイルス新型コロナウイルスに関しては、えー、武漢市以外での、えー、致死率は0.3%ぐらいということで、えー、プリンセス号の、えー、新型コロナウイルスが変異していないことを祈りますね、はい、0.3%の致死率のままであってほしいな。 うん、もう運が良ければいくけど運が悪いと、えー、変異してですね新型コロナウイルスがさらにあの致死率が高い、えー、ようなあウ,イスウイルスに変わっている可能性もあります。はい そうですね、えー、橋本さんも岩田さんも、ーまあ売国土、まあどちらが売国土とかわかりませんが、どっち、えー、あの、えー、少なくともですね、今回の対応はろくでもないと、うん、ろくでもないということを世界に、もう、もう発信されました。えー、まあ、もともとなんかおかしいなって世界は思われてたけどね。おかしいなぁ、なんだろうなあの船ってね。で、これね、あのー、 2つねミスしてるわけですよ、日本政府は。まず1つ。この船は日本の船じゃありません。この船はアメリカの船です。イギリス国籍のアメリカの会社の船です。ですから、日本が受け入れなくてもよかったわけです。日本で船を寄港させなくてもよかったというミスがあります、まず1個。ね。もちろん日本人がいっぱい乗ってますから。あの 寄稿させなくちゃいけなかったとかいうこともあるかもしれないけどこれをまず寄稿させてしまったということの一つそして二つ目、えー、これが、えー、先ほどの対応ですよ対応うん失礼してる三井さんライブだよ19時からはいライブ知ってますよさっき電話してたんだから俺は三井さんとうんそれ19時からライブで今日はね辻,辻村さんもライブだしさ太郎ちゃんもライブだしさ もうめっちゃめちゃ、めちゃめちゃ忙しいやな、これな、うん。こう、もう、橋本学、これちょっとどうですか、これ。えー、もし、岩田、岩田健太郎先生がですね、えー、岩田健太郎先あの医者がの、この、この方が、この人が、本当のことを言ってるとしたら、これ、ね、隠蔽してたということですね、これ。もし本当ならね。 もし本当だったら厚生労働省を首切れもこれ。ええ事務次官はじめ副大臣大臣全員これですわこれもちろん当たり前だけどねこれあのね一歩間違うとですよ日本自体が武漢状態になりますよみんな私はねこうこう今までは経済的なことを考えてあんまりそういう煽ることしたくなかったんだけど これだけアホ臭いとね、もしもうね、現場の医者がかわいそうだわ、自衛隊も。かわいそうだ、これ。でね、要するに、この2週間隔離すればいいんですよ。ね、いやもうそうなってるかもしんないけど、だから、これはもう一個ね我、我がね、党首、まあ、我が党首というか、令和新選組党首ね、山本太郎のツイート。 ね、皆さん、私、ちょっとこれこれ素晴らしいと思ったから皆さんに共有しますよ、これ、ね。ここ書いてあるでしょ、さっさと国が、国家が保障しろと、働かない、集まらないためのコロナ対策補正予算を成立させろと、ね、阪神・淡路大震災の時の本予算審議中に補正予算が提出され、本、えー、本予算可決前に議決,決された前例ありと。ね これは、私もね、本当本当こう、膝を打ったわ、かって。よっしゃーって、こう、太郎さん、さすが。まあね、高くね、ええー、いつもこうね、ええー、ちょっと批判的なことをね、こう、高く言っちゃったりなんかして、申し訳ないけどですね、あの、膝打ったわ、これ。当たり前じゃん、こ、は、れ、い。早く金出せ。金を。もう、国民はもう仕事どころじゃないよ、これ。怖くて、危なくて、これ。 これで家で小物乗るしかないでしょう、これ。仕事行けないんだからさ。だけど、ね、何度も俺言うけど、こんだけ大不況な中、2週間、すべての経済が止まったらどうなっちゃうんだよ、これ。不況、大強行だわ、強行。家賃払えないよ、みんな。払えないですよ、これ。だから、補正予算で早く出せ、この野郎。ほんと、出せ。 でも、これもとりあえずもう国の世界にも発信されちゃう、世界っていうかね、アメリカに発信されたからね、世界っていうとまた語弊があるから、アメリカはもうこうやってもみ、こういう感じで、もうね、使用対応だわ、これ、もう当然ね。下手するとよ、このままいくと、日本からアメリカのし入国、拒否される。 それだけありか世界中の国が日本人を拒否するかもしれないそうするとどうなるか日本が武漢状態になる日本全体1億2千万人が缶詰になるそした経済も全く止まる大恐慌だ恐慌どころじゃないこれもうまさに国家の危機ですわ 何してくれてんじゃん、これ。うん。ミニ武漢の可能性あるよ。ミニ武漢というか武漢よりもひどいことになりますよ。国家丸ごとですから、これ。もしね、岩田先生が言ってたことが本当だとしたら、これはね、厚生労働省の大臣の首ごときじゃないですよ。もう総辞職、もう全員首。こんなふざけたことやりがあって、本当に。 っていいう,うなぐらいの大事態ですこれは大事態これはもう始まったばっかりだこれ岩田先生はもう世界に発信しちゃった英語で流暢な英語で YouTube でもう止めらんない世界中の人がもうクリックしちゃうみんな見る岩田健太郎の履歴を英語でそうするとエボーラ出,出 エボラのこととか、SARS のこととか、ね。そういうことの専門医ですよ、彼は。実績もある。ただのどっかの医者が言ってるわけじゃない。本当の専門医が言ってて。らしいじゃないか。僕は分からないけどね。池田清彦先生も言ってる、それ。ね。我らの安富さんも言ってる。まあ、誰を信用するかです、これはね。エビデンスっていうのは。僕は、 私は池田清彦先生、安富あゆみ先生、ね、2人とも教授だけど、こういう人の、これの知識、ね、知能を僕は信用してる、私は。で、その2人が、これを見ろと。大変なことだと。で、これは国会でも今日ね、皆さん見てたかもしれないけど、午前中の国会で、えーね、誰か、山井さんか誰かね、もう、あのもう政府に言ってる。 ここのこと、うん、でね皆さんはい、えー、じゃあフィナンシャルタイムねはいこうこんな感じでもう言ったのこれ,これ見てフィナンシャルタイムスですよこれフィナンシャルタイムズね日本アメリカ日本でダイヤモンド・プリンセス号の、えー、同格を確保することに対して警告しますって書いてあるもうな警告されちゃってるよこれ。 日本は多角のね、寺小屋で皆さんと話してました。日本っていうのはアメリカの属国で、アメリカの手下で、アメリカのポチなわけですよ。これは事実なんだ。結局。そのアメリカから警告された。ボスから警告された、これ。しかも今日のヤフーのトップニュースにチロッと出てたけど、大変なことが書いてある。何か。 ねこれ何かアメリカのトランプ大統領がオリンピック来ねえかもしんないっていう記事が出てたじゃないかこれは連動してるんだよついにオリンピック中止だなこりゃああまあそうはそうなるわなこりゃこれが本当だったらようん岩田さんがね 岩田さんが言ってることが本当だったらとしたら、そりゃオリンピックどころじゃないですわ、これ。どうしてくれんだよ、これ、お前。日本国民合死するよ。あおもう金持ちもうね、荷物まとめて行っちゃってんな、もうこれ。あっちに。もパンデミックにな,なるかもしんねえからってって、もう今、今成田空港行ってみみんな。荷物まとめて、大きな、 3.11のあの時忘れねえかんな、俺は。東京、東京駅で、グリーン車あたりで、我、我こそはっつって西の方に行った人たちいたわな。いたよね、国民には。直ちに影響はございません。大丈夫、大丈夫。松戸はどうなった浦安はどうなったそして、福島は今でもどうなってんだよ。 これはねそ,それと近いものをなんとなくもやもやーっと感じる。うん。あ、トランプちゃん来んの五輪。来るって言ってた検討って書いてなかった検討。でも来るって。今の段階では。いや、あの、あの、今のと、今のこの言ってて、その本当に私は最悪の事態のね、フェイズファイブ だこれ、本当にね、これちょっともう本当にもう大変なことだと思ってさ、これ。大変なことだよ、これ。でも今日はニュースが多くて、これ。いや、もう降り、降ろしちゃったから、これ。だから世界は信用してないんだよ。これが問題。うん。出席って検討ってことで来ないのかな。だから出席を検討ってことはさ、もうなんで検討なの検討しちゃってんだよ、これ。 なんで今、今のタイミングでいいわけそれを。そりゃあこれ、このニュースがホワイトハウスに入ったからに決まってるじゃないですか。だから、このニュース、このことが分かる前からアメリカ人だけチャーター機出して、しかもあれはチャーター機、軍のチャーター機じゃないですか。疫病用の。で、アメリカ人を先に ね、あそこに入れてたらアメリカ人が死んじゃうからアメリカ人を返せっつって無理やり日本,日本のところに入ってきて、ね、彼らは宗主国だから日本の政府が何言おうのが関係ないんですよアメリカ人を返したじゃないですかあれはあの情報が、ね、岩田先生の情報がもうの話同じような話がもうホワイトハウスに届いてたんでしょう アメリカって国ははそこは厳しいからね、アメリカ国民の人,にあの人命を守ることに関しては外国人を殺してでもやるからね彼らは歴史上ずっとそうだからアメリカ人のことについては彼らは本気だからそういったところにはブレがないでああんでアメリカこんな強硬に来たのかなってちょっとあれって思ってたんだけどこれで合点がいったわ だからお、感染が収まらなかったんだね、あの船の中で。まあ、これは、これはね、内閣一個がね、潰れるどころの話じゃないわな、これ本当だったらこ、これ、これ、これでもしパンデミックなんかしちゃったら、これね、安倍どころの話じゃない、安倍の首なんかどうでもいいやそんなどころの話じゃないよ、これ。うん。うん、いやいやいや。 で大変ななことになるわさあえたかく猫塾寺子屋の塾生の皆さんえー、保険というものは何のためにあるかですよ。ねっ保険というものは何のためにあるかです皆さん分かるでしょうこれ言えば。事態はこんな感じ。 何もなかったら分かったであああの時は大変だったなって言えばいいんだよ焼き鳥でも食いながらさあああの時はやばいかやばいと思ったけどまあなんかこう神様いたなみたいなでもねでもこれはもうちょっと台風来てる感じだわ大型台風が超大型台風がもうさ太平洋上にいてこのままの進路だと東京直撃みたいな日本列島縦断でもこれ っていう感じだわみんなこれこの司令塔がバカっつうのはね本当に腹立つねこれああんか戦前の戦争中の日本ガナルカナル島とかインパール作戦とかさえ沖縄本土決戦とかさ ねえなんかあんなことをそ,そんなことを考えちゃったらさね大本営ね大本営の皆さんがね何をしでかしたかっつうのをね帝国大学のね超絶エリートしかいなかったあの大本営あいつらが俺たちのおじいちゃんたちまたはひいおじいちゃん おばあちゃんたちに、ろこでもない作戦をして、ねそれで自分たちはぬくぬくと内地で駒を進めて、騎乗の駒を。そして殺されたんですよ、国民は。そのくせ、戦争が終わった時に、一億総玉祭とか、 区米英とか言ってたくせに結局何人腹切ったんだよ戦争終わってから何人が大本営もしくは憲兵ねっそういうやつらね結局ぬくぬくと知らぬ存ねぬで生きてきたんですよ結局のところこれえ 習近平の来日、うん、もうちょっとわかりませんね、これ、本当にわかんないもう、うん。そう、アメリカのインフルエンザの中にもコロナ感染者いる可能性ありますね、はい、そしたらもう本当、世界がパンデミックですね、これ、どうしましょう、うん、まあ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 ,あ、そういうことですわ、ね。えー ちょっとね、あのー、これ言っとかんといかん橋本この野郎お前お前ほんとこれ岩田さんがねこれ本当のこと言ってたとしたらお前どうすんのこれもうツイッターやっちゃってるから消せないようんまあそういうことでねえ今、ー、日はねえー、いろいろと話すことが まあとりあえずうんこれは裏ねそのコロナ関係ね YouTube もさことごとく広告剥がされてるんだよだからユーチューバーがねあのコロナウイルス関係はアップしなくなってきてるよまずねあの収益目的の人はねだから 情報統制がちょっと入ってきてる気がします。うん。さっき日テレの乗客の電話インタビューで完全な防護服を着た人は見かけなかったそうです。ああ。まあどうなるね。だから運が良ければ、運が良ければ、普通の風でね、収束してくれるかなと思います。あとはもう、天命を待つしかないです。ね。あの、現場のね、 医療関係者はもうめっちゃ頑張ってると思うし自衛隊も頑張ってると思うよ現場は。現場は頑張ってるんだよ絶対頑張ってる。 だけど、あの厚生労働省、このや本当にだ本当かよ、これ、本当なのこれ、マジかって、マジかって、まだ信用できないけど、本当かって思ってね、まあ、これからね、ジャーナリスト、世界が注目してますから、日本のジャーナリストが入んなくても、世界のジャーナリスト入ってくるでしょう、あーだから時間の経過とともに、本当のこと分かると思います、うんなので、まあ、日本のマスコミは信用できないからね、あんまりね、だからまあ、あのアメリ海外のね、ジャーナリスト、まあ、もしくはフリーのジャーナリスト、 があとはもう本当にね、あの国政調査権を使ってですね、国政調査権を使って、心ある政治家、まあ、原口さんあたりがね、今日12時半、えー、昼の12時半に、えー、国民民主党の原口さんが、えーえー、この岩田さんね、岩田、うん、岩田健太郎さんにと電話会談をしてます、原口さんが。 でこれも原口さんは国政調査権を使っていろいろやってくれると思いますよ、ここは。うん、消費税は失敗だよ本当に、うん、だから、そのまあ、確かにさあのー、何、えー、領収書があったとかなかったとかさあ,あの ANA のあれが嘘ついてたとかさまああいうこともでねあのー、公職選挙法違反だってってさ うん安,倍安倍を首を取れるとか取れないとかとかそういうのは大事だっていうことは分かるわ、これはまあ分かるけどここ、こことここにね、アメリカの大統領まで話がいっちゃってるっていうとこまで来たら、これはもうコロナウイルスに関して、新型コロナウイルスに対して、日本全体がどういうふうに向き合うかっていうフェーズに入ってるわけですよ、これ、フェーズに。 国会の審議ももう95%ぐらいはこれでいいんじゃないのこの話で。なんなら国会議員が見に行け。野党。もう、フェイリーのとこ行けも国会なんかしてないで、もうめんどくせえから。言って、現場調査しよう、この副大臣、この橋本学、こいつが。こいつ、こいつがね、人頭指揮取ってるみたいだから、俺が、俺が責任者だって言ってるんだから。 ね、なので責任取ってくださいねちゃんと橋本岳さんうん自分が陣頭指揮取ってここの責任者だって言ってるんだから絶対これを、うん、ね収めてさらに世界に向けて、まあ、世界というとまた語弊があるわアメリカアメリカに向けてまだねアメリカアメリカに向けて日本はまともなんだとちゃんとしてるんだと いうことをしっかり証明できるようにお願いします。ということで、えー、コロナウイルス関係ね、星鳥真子さんもタイベックス持ってた。タイベックス何タイベックスって。うんうん、コージーズディープマックスさんは厚生省の方から防毒マスクをもらった。あそうなの うん、アメリカの保険に入ってない人貧乏にインフルエンザでろくな死亡を受けられず死んでいった人多いでしょう、うんそうですねうん本当その通りですうん岩田医師がメンツをかけて配信したことをうんまあ何の得にもな,り、ま、ならないと思いますよも,、まあ、もしその岩田さんがあ、まあ、虚偽じゃないけど まあ大げさに言ってたとしたら、まあ、それは何かね、えー、何かの意図があったかもしれませんが、はい、まあ、いずれにしても皆さん、えー、ちょっとこれはね、えー、異常な事態になってきたかなと思いますので、えー、十分注意していきましょう。あまあ、本当に消毒、手洗いですね、石鹸が一番効くみたいなのでね。 石鹸が一番いいみたいなので、せ、えっ、ー、して、うん、これでもうね、あのー、もし感染が疑われるとしたら、早めに病院へ行くと言って、えーまあ、私なんかがもしね、感染したらもうね、えー、としたら、あのー、ご迷惑をかけないように、えー、しますので、えー、皆さんも十分注意していきましょう。それとですね タロ、えー、ちゃんが配信,配信してくれているように、えー、一刻も早い補正予算、えー、コロナウイルス対策予算を出してですね、あのー、もう本当に、えー、店を閉めなくちゃいけない状態になってくるでしょうからこれからね。もしこれが えー、広がってくるということになったら北海道でも出てきてるとどんどん出てきてるってことでこれがもし、えー、何よりも致死率ですね致死率が0.3%ぐらいの、まあ、普通のインフルエンザぐらいのことであれば、えー、さほど大きな、まあ、パニックにはならないと思いますが仮にこの、えー、エリザベスなんとか号がのところのコロナウイルスが変異してしまった可能性があったとしたら あのもうこれは大変なことですからあの皆さんねはいなので、えー、ぜひね皆さんもあのご注意してくださいあの今までのね多角、えー、の構想とちょっと趣が変わってきてると思いますが、えー、正しく恐れろと私はずっと、えー、伝え 皆さんとと。伝えてまますので正ししく恐れましょうとでこれ正しくっていうところでこ,のこ,のこんな情報が入っちゃったらねこれはちょっとこうフェーズ変わるなっていうのが普通だと思いますので皆さんも十分に注意してくださいじゃあそういうことでまたまた時間空いた時に配信しますじゃあねー